代金はいいらないとにかく避難してビックリドンキー店員の対応に称賛マニュアル超えた対応本部非常に誇らしく思っています人命を優先する従業員さんには頭が下がりますハンバーグレストランビックリドンキーの緊急時の対応をめぐり利用客が感謝を伝えているトンガ沖噴火に伴い2021年1月16日未明に発表された津波警報注意報を受け店員がマニュアルに従いつつ起点を聞かせた マニュアルの意味を本当に理解した結果の行動、宮城県多賀城市にあるびっくりドンキーを訪れた客が、16日未明、ツイッターで、完食してしまったのにもかかわらず、食事代金は本日いらないのでと、避難指示を優先していましたとつぶやいた。投稿によれば、店を利用中に津波による避難指示が出た。店員からは、指示に従うよう呼びかけがあり、投稿者を含む複数の客は、代金は払うと伝えた。しかし、とにかく避難してくださいなどと断られた。 さんには頭が下が下ります感謝しかありまませんまた利用してお礼を伝えますと謝意を述べている投稿は17日午前時点で27万以上のいいねを集め店員への称賛が相次いでいる運営会社アレフの広報担当者は j キャストニュースの取材にこの店はフランチャイズ加盟者のハンダヤが運営しているという店舗運営マニュアルでは緊急時の対応として生命の安全を最優先しましょう避難指示が出た場合は臨時休業して避難しましょうと定めている 代金の扱いは記載していない広報は従業員さんがこのマニュアルの意味を本当に理解した結果の行動だと思っていますと理解を示し我々としてもハンダ屋さんそして対応された従業員さんは非常に誇らしく思っていますと話した。店は現在営業を再開している